東新町駅は愛知県新城市平屋沢かすぎにある東海旅客鉄道の駅である。豊橋駅と辰野駅を結ぶ飯田線の中間駅の一つである。新城市新城地区の北部地区に位置し、駅の周辺は同市中心市街地の東端にあたる。開業は1914年。豊川鉄道の運営から国有化を経て、 国鉄の民営化により、JR 東海に継承され現在に至っている、単式ホーム一面一線の地上駅である。この駅から本流しの駅までホームの有効調和後、両編成分であったが、現在は東駅の駅前、踏切周辺区画整理により、駅横の豊橋側のホームが削られ、有効調が減り、4両編成が最長となった。また、かつては向かい側にもホームがあったが、 線路は剥がされ、ホーム跡のみが残る。駅舎は2008年に改築されたものが使用されている。営業形態については2007年の時点で、駅長配置駅である、豊川駅の管理下に置かれた、業務委託駅で JR 全線切符売り場を設置していた。JR 東海は、子会社の東海交通事業に業務を委託していたので、 あるが、利用者減に伴い2012年3月末をもって、業務委託を打ち切り無人駅とする方針を打ち出した。これを受けて、新城市は2012年度の予算に、乗車金類販売事業の費用を計上、JR 東海から、新城市が簡易委託を受けて、同年4月1日から、窓口業務を引き継ぐこととした。当初、3年経過事に継続か撤退かを判断すると、 していたが、近隣住民の需要があり、2020年6月現在も継続しており、利便性を保っている。東新町駅を開設した豊川鉄道は、現在の JR 飯田線南部にあたる豊橋、大会館を運営していた施設である。この駅を挟む新城から大会までの区間が1900年に、開通した際当該区間に途中駅は設置されて、いなかったが、 それから14年を経た1914年1月に東新町駅が開設された。1943年8月、豊川鉄道線は買収、国有化され国有鉄道飯田線が成立する。これによって東新町駅も国有鉄道の駅となった。1971年には開業時からの貨物営業が廃止されて旅客専用の駅となり、 そのまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて JR 東海に継承されている。東新町駅には豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1本の列車が停車する。停車する種別は普通列車と上りに1本のみ設定されている快速列車の2種類であり、特急、イナロは通過する。 東新町駅周辺から西隣の新城駅周辺に至る地域は新城市中心市街地活性化基本計画にて新城市の中心市街地として位置づけられている。駅のある平井は新城市の北部地区にあたる。ありがとうございます。